驚愕、あったらまずい、占い師も絶句のヤバい手相5選、知って対策。今回はあったらまずい、そんな手相を5つシェアしたいと思います。万が一今回シェアする手相があなたにあったとしても、それは自身の考えや生活によって少しずつ変化していくものです。人生を見直すチャンスと前向きに捉えて、逆境を力に変えていきましょう。1、土星球から下に伸びる線。中指下の膨らみ、土星球のあたりを起点として下に伸びる線。これを俗に災害線と呼びます。この災害線がある場合は、文字通り、何らかの災害に巻き込まれてしまう可能性があることを暗示しています。あくまでも起点は土星球側ですので、図のように土星球側の先端の方が濃く太くはっきり出ているのが特徴です。手首側起点の場合は運命線になりますので安心してください。一般的には災害に見舞われる1年ほど前から現れるとされています。災害の程度ですが、万が一、図のように生命線に交わるところまで長く伸びている場合は、命を奪われてしまう危険性もあります。雪山登山や荒れた海でのサーフィンなど、自ら危険に近づくようなことは避けましょう。日々の生活においても細心の注意を払うようにし、生活習慣や他人への接し方など現在の悪弊があれば全て改善しましょう。運気が変わるのをじっと待つべきタイミングです。2、生命線下部から数本の細かい線。図のように生命線の下部から数本の細かい下向きの線が出ている場合、あなたは精神的にも肉体的にもかなり消耗していることを示しています。ストレスを溜め込んではいないでしょうか？体に無理をかけてはいないでしょうか？一旦休息を取るべきタイミングだと言えます。3、運命線の先端に横線。図のように運命線の先端を差し止めるような形で横線が入っていた場合、あなたの仕事および人生での大きな目標が未達成で終わってしまう可能性があることを示しています。4、生命線の終点にクロスがある。生命線の終点部分に図のようなクロス、十字がある場合、あなたに突然死のリスクがあることを示しています。とても怖い手相ですが、毎日の生活習慣を改めるきっかけと捉えて、リスクを最小限に抑えていきましょう。5、生命線を横切る金星球の横線。親指下の膨らみ、金星球を無数に横切る横線は、あなたにかなり気苦労が重なっていることを意味します。さらに、その横線が図のように生命線にまで達している場合は、悲哀線と呼ばれ、運気が停滞していることを意味します。ただし、心の優しい人に出やすいと言われます。それだけは救いですよね。あなたには、まずい手相、あったでしょうか？くどいようですが、あったのなら対策を取るだけのことです。今のうちに気づけてよかった。そんな風に前向きに捉えていきたいですよね。